海外の SNS サイトで江戸時代の浮世絵師と彼のある作品群が注目を集めていましたのでご紹介します。その人物は江戸時代末期を代表する浮世絵師の一人である歌川国芳。画工は一遊斎といい、江戸時代末期を代表する浮世絵師の一人であり、画装の豊かさ、斬新なデザイン力、奇想天外なアイデア、確実なデッサン力を持ち、浮世絵の枠にとどまらない広範な魅力を持つ作品を多数生み出した。また無類の猫好きであった国芳は常に数匹、時には十数匹の猫を飼っており、そのため猫を擬人化して世相を風刺した作品も非常に多くあります。猫に限らず、タヌキ、スズメ、タコなどの身近な動物を擬人化して世相を風刺したり、動物に託して江戸の庶民の生活を描写した作品も豊富で、これらからは現代日本にてますます盛んな漫画、劇画の源流の一つを見ることもできるかもしれません。特にタヌキもファンタジーの世界の住人として多く描かれ、国芳が描くタヌキの特徴は何といっても超巨大なフグリ。漁に使ったり、傘代わりに使ったり、こたつ代わりに使ったりと、その多機能性をフルに活用しまくっています。タヌキシリーズを見て何これ状態になる外国人が続出していましたが、日本人の想像力を称える声も同様に多く寄せられていました。今回の動画の関連情報は下の説明文内のリンクからご覧ください。